皆さんこんにちは。今回は明石家さんまさんや沢田研二さんとの間に流れた浅田美代子さんの熱愛疑惑に関する話を生い立ちをたどりながらご紹介しましょう。名前浅田美代子、生年月日1956年2月15日、出身東京都港区、身長157センチ、血液型 B 型、所属テアトル・ド・ポッシュ、活動女優タレント。浅田美代子さんは東京都港区出身で、実家がお金持ちという噂があります。浅田美代子さんの実家は自動車修理工場を営んでいました。工場の場所は港区麻布です。祖父の代から浅田モータースという工場を経営していて、実家の近くには有栖川宮記念公園や東京女学館があったというのですから、庶民には住めないような一等地に実家があったというのは間違いありません。中学校からはお嬢様学校に進学していることからも、浅田美代子さんの実家はお金持ちだったことでしょう。ちなみに浅田美代子さんは自動車のメカニズムに精通していますが、それは実家が自動車修理工場だったからのようです。浅田美代子さんの両親は離婚しており、母より子さんは離婚後自ら仕事を探してゴルフ関連の会社で働くようになりました。子供の世話になりたくないという理由だったそうです。仕事を辞めて同居することを浅田美代子さんが提案したのは、母が還暦を過ぎた頃。その後より子さんは68歳で急性リンパ性白血病を発症。治療をしなければ余命は1ヶ月だと医師に告げられたそうです。より子さんは抗がん剤治療による辛い闘病生活を2年送り、2001年に70歳で亡くなりました。若くして芸能界入りした娘には、芸能人は特別な人間ではないこと、傲慢にならないことをよく言い聞かせたようです。浅田美代子さんは1956年に港区麻布で生まれました。子供の頃は有栖川宮記念公園でカブトムシやザリガニを取ったり木登りをしたりするおてんばな女の子でした。両親の勧めで自宅から徒歩圏内にある東京女学館を小学校受験しますが、この時は不合格になり公立の南山小学校に入学しました。そして東京女学館には中学受験で再チャレンジし、この時は見事に合格。東京女学館は都内でも屈指のお嬢様学校で、男女交際は絶対禁止かつ、下校途中にお店に寄る場合には親があらかじめ学校に許可を得ないといけないような学校です。中学校の時は学校で問題になるほどのいじめを受けていたそうですが、浅田美代子さん自身はいじめとは思っていなかったそうです。そしてそのままエスカレーターで東京女学館の高校に進学しました。高校も男女交際禁止で校則は厳しかったそうですが、高校に入ると浅田美代子さんにはこっそり付き合っていた彼氏がいたそうです。また実家は麻布でしたから、実家の両親が寝た後はこっそり家を抜け出して六本木で夜遊びをしたこともありました。麻布の実家を抜け出して六本木で夜遊びをするなんて、地方の高校生では考えられないような夜遊びでした。浅田美代子さんは高校2年生の時に明治神宮外苑でスカウトされました。高校が芸能活動禁止だったこともあり、浅田美代子さんは最初芸能界入りするつもりがなかったそうです。両親にも芸能界に入ることを反対されていました。しかし事務所の人に何度もしつこく口説かれて、ドラマ時間ですよのオーディションを受けることになります。時間ですよのオーディションには約2万5000人が参加しましたが、浅田美代子さんは見事に合格します。このオーディション合格を機に浅田美代子さんは芸能界入りすることになり、高校は中退。そして1973年2月14日時間ですよの第3シリーズにてお手伝い役としてデビューしました。またこの時間ですよの挿入歌となる赤い風船がデビュー曲になり、86万枚のセールスを記録し年間チャート時期になる大ヒット。ただ浅田美代子さんは現在でもネタになるほど歌が上手ではありませんでした。当時 NHK に歌手として出演するためには
NHK のオーディションに合格する必要がありますが、浅田美代子さんは5回目でようやく合格したそうです。歌は得意ではないにしても、浅田美代子さんはその愛らしいルックスで人気アイドルとなり、デビュー年の1983年の第15回日本レコード大賞では新人賞を受賞し、その後も寺内貫太郎一家や時間ですよ昭和元年などの人気ドラマに出演し続け、人気アイドルの地位を確固たるものにしました。21歳で結婚して芸能界を引退し、専業主婦になった浅田美代子さんでしたが、引退から6年3ヶ月後の1983年10月に芸能活動を再開させました。芸能活動再開後は主に女優としてドラマや映画に出演していましたが、1992年に大きな転機が訪れます。その転機とはさんまのからくりテレビです。このさんまのからくりテレビに回答者としてレギュラー出演するようになると、天然ボケ天然キャラを遺憾なく発揮して大人気となります。それ以降、明石家さんまさんや中村玉緒さんとの共演からバラエティ番組への出演が増えていきました。浅田美代子さんの天然ボケエピソードはたくさんありますが、有名なものとしてはさんまさんと会話していた時に浅田美代子さんが、金曜日って何曜日だったっけ？と質問したそうです。さんまさんはその質問に驚いたものの、冗談で火曜日ちゃいまっか？と答えたら、浅田美代子さんはそうだったそうだったと納得してしまったとのこと。テレビでの息の合った掛け合いから明石家さんまさんとの交際疑惑が浮上。白氷のように薄い根拠ですが、節操なく熱愛がささやかれるのはよくあることです。この交際疑惑について、沢子の朝で阿川沢子さんが踏み込むと、恋愛というよりも同級生の感覚で男同士みたいな関係だったとやんわりと否定した浅田美代子さん。その一方で、離婚によってついてしまった暗いイメージを払拭できたのはさんまさんのおかげなので感謝しているとも明かしていました。また浅田美代子さんはブチギレてさんまさんに香典投げつけたことがあるそうです。浅田美代子さんの母親が亡くなった際、さんまさんが弔問に訪れたとのこと。予定が詰まっていたさんまさんは早めに行って、お香典だけ持って、美代子さんこの度はご愁傷様ですとパッと出したところ、浅田美代子さんが激怒。さんまさんにお香典を投げつけて、何でも金で解決しようとしてと言い放ったそうです。その場にいた浅田美代子さんの弟が、美代子さんまさんになんて失礼なことしているんだと一喝したところ、浅田美代子さんはごめんなさい、だってさんまさんいつでも振り込み王子とか言って何でも金で解決してきたからと怒りの理由を話したのだそうです。さて、話題を変えましょう。1974年10月頃、週刊誌は沢田研二さんと浅田美代子さんが渋谷の映画館から二人きりで出てくる姿をスクープしました。これは当時、沢田研二さんが伊藤恵美さんとの結婚を控えていた時期でした。このスクープ写真が公開されると、浅田美代子さんはジュリーさんの熱狂的なファンから激しい攻撃を受けてしまいました。ちなみにジュリーとは沢田研二さんのニックネームです。アイドルスターとその交際相手になった女性がそのファンから誹謗中傷を受けるということは珍しくありません。それでも浅田美代子さんへの攻撃は過剰だったようで、仕事がストップする事態に陥ってしまいました。そのため浅田美代子さんは当時の月刊誌で泣きながら自身の無実を訴えざるを得なくなったと言われています。しかし浅田美代子さんのマネージャーは、あの出来事は二人きりではなかったと語っています。浅田美代子さんとマネージャー、そしてレコード会社の関係者の計3人でアメリカ映画のデリンジャーを見に行ったところ、映画館の中で偶然沢田研二さんと出くわしたというのです。さらに沢田研二さんの方もマネージャーを伴っていたそうです。映画が終わり、両者のマネージャーが立ち話をしている間に、沢田研二さんと浅田美代子さんが先に歩いて映画館の外に出てしまい、そのシーンが撮られてしまったというわけです。
沢田健二さんのマネージャーも同様の証言をしており、確かに偶然の出会いだったようです。しかしこの説明ではファンは納得しませんでした。偶然という言葉は嘘を吐くときによく使われるからです。1974年10月から11月は沢田健二さんにとって重要な時期でした。伊藤恵美さんとの結婚が目前に迫っていたためです。実際伊藤さんが芸能界を引退すると発表したのは翌年の1975年2月でした。つまり1974年11月頃から沢田健二さんと伊藤さんの結婚に向けた準備が急ピッチで進められていたはずです。そうした重要な時期にアイドル同士の熱愛スクープなど起きてはならないことでした。きっと沢田健二さんの所属事務所からも婚前の身辺精査を徹底するよう厳命されていたことでしょう。そのため浅田美代子さんとの交際があったとすれば、それを隠蔽する必要に迫られていたはずです。しかし沢田健二さんが身辺を整理する際、一時的に別の女性の存在を取り沙汰されるのは避けられなかったのかもしれません。ジュリーさんのファンは強力で過激な層がいたことで知られており、ジュリーさんが女性スキャンダルに遭うとファンの攻撃を受けるのは珍しくありませんでした。そこで沢田健二さんの事務所はファンの攻撃があまり激しくなりそうもない浅田美代子さんをうまく身辺整理の出しに使おうと考えたのではないでしょうか。実際11月に入ると天地真理さんと沢田健二さんの情報が各週刊誌に執拗に流されるようになりました。そして真理さんは同年10月突然の長期休暇が認められ、翌年2月にヨーロッパへ行くことになりました。一部にはこれが沢田健二さんの結婚に絡めた渡辺プロダクションの陰謀だったとの憶測もあります。真理さん自身も2003年にあの噂は会社が流したものだと語っています。おそらく真理さんに関する噂を事務所が意図的に流し、それで注目がそちらに向くよう誘導しようとしたのでしょう。当時のジュリーさんのマネージャーだった菊池明秀さんにそうした思惑があったと思われます。菊池さんは天地真理さんを使えば痛手にはならないだろうと踏んでいたようです。なぜなら真理さんにはアイドルとは無縁の男っ気のある女性というイメージがあり、スキャンダルを起こしてもファンの反発は限定的だからです。つまり沢田健二さんが婚前に一時的に別の女性スキャンダルで世間の目をそらし、本当に重要な伊藤恵美さんとの交際がバレないよう逃げを打とうとしていた。そのため表向きのスキャンダル相手に天地真理さんと浅田美代子さんを使い、実際の伊藤さんとの関係は隠蔽しようとしたのではないかというシナリオが推測されています。ただしこれらはあくまで憶測の域を出ません。事実沢田健二さん自身も浅田美代子さんとの交際を否定しており、当時を知る関係者からも2人が本気で交際していた形跡は見受けられません。したがって沢田健二さんが意図的に自身のカモフラージュのために浅田美代子さんとの噂を流したとは考えにくいでしょう。それでも渡辺プロのような大手事務所ならスターの身辺整理のため何をやってもおかしくはないと言えます。アイドルスターの結婚に際してはそうした裏工作があったのかもしれません。余談を少し話しましょう。2019年6月29日、浅田美代子さん、木内みどりさん、山崎静代さんが映画エリカ38の舞台挨拶を東京で行いました。この映画では浅田美代子さんが60歳を過ぎても38歳を偽り、欲望のままに犯罪に走る女性を演じています。浅田美代子さんは映画の中で生々しいラブシーンに挑戦しました。木内みどりさんはセックスシーンはアイドルの美代ちゃんじゃなかったと浅田美代子さんの円熟した濡れ場を絶賛。奥山和義さんももっとやれたのにと冷やかしていました。一方で浅田美代子さんはでもさすがに38歳には見えねえぞっていうコメントが多いんですと照れ笑いを浮かべていたとか、タイの男性とのラブシーンでは前張りをつけたところ、相手役の俳優から聞いてないと言われたエピソードを披露し、そこで揉めるって
結局つけましたけど、と振り返ったのでした。今回紹介した明石家さんまさんや沢田研二さんとの間に流れた浅田美代子さんの熱愛疑惑に関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。